こっちだよ。パパのところへ。どこだどこだ。おいブルーは薬局でも襲ったか。水なしで飲める胃薬なんだよ。胸焼けに効く。不安を取り除くんだ。世界中の人が飲めばいい。きっとろくでなしの数が減るぞ。おいおい、お前も飲んでみろよ。なんてな。あ、あとこれは、これは。ああ、もう用なしだな。しっかりしてくれよ、フルーは。こんなのいらねえだろ。あ、いらない。前は、本当にいらなかったんだ。お前にブルームをけしかけられるまでは、それまではしっかりしてたんだ。聞けよ。そんなつもりは、だが。心配するなよ。こいつが聞きさえすりゃ、なんでもない。あと少しであのクソどもに手が届きそうだ。居場所は分かってる。俺たちでクルーを動かしてる奴を見つければ、奴らを排除してお前を逃がすための道を作れる。うん、おい本当に大丈夫か？愚問だったな。到着したら車に残るんだろ？それは難しい質問だ。獲物を狙う鷹よりハイになってるな。薬の勢いだ。何か質問あるか？何について？今からすることについてだ。ああ、これから何かするのか？そりゃするさ。引っかかったな。ふざけるな、フルア。同じインテリアデザイナーを使ってるらしい。はあはあはあ。薬が効きすぎてるのか？いや、まだふわふわしてるけど、昔からこの波に乗ってるんだ。大丈夫？
だけだ。Start looking for him. Help! We're hit! Heads up. しばらくここに放置されてるらしい。そんな、お前が見つけてなかったら俺も。ない。この男の記録が消されてる。入り口を見つけないとな。ローテクな計画のハイテク警備か。ここにどんな VIP を連れてきてるんだ。警備システムをハッキングする。位置につけ。カメラでちゃんと見張ってるから。犠牲者の搬送に救急車を使ってるようだ。まさに俺が眠れなくなる悪夢のシナリオだ。もっと近寄れ。俺も見えるように携帯に侵入する。くそ、わかったよ。好きにしろ。
戻らなかった。レイモンド・ケニーに尾行されてたんだ。水辺を捜索している。すぐ見つかる。だといいが。トビアス・フルーアは？ケニーは家を出た。おとりはもう必要ない。あの男はおまけだ。奴を捕らえられたらラッキーだがな。例のスパイは順調か？もう取り掛かってる。じきに吐くだろう。聞こえたか？ああ、聞こえた。またしてもお前が原因だ。それがどうした？だから言っただろう。いいか、奴らはスパイの話をしていた。そいつを助け出せば計画を仕切ってる奴の正体と居場所が聞けるはずだ。腹を立てるのはその後にしろ。絶対に忘れないぞ。渡る方法を考えないと。いい案を思いついた。あのクレーンが見えるか？バンカーでやったのと同じだ。ああ、潜入室に向かう間、奴らを食い止めておいてくれ。まだ誰も見えない。あのクレーンに向かおう。あのボートの中を覗くぞ。スパイがいるかも。援護する。こっちに狙撃ポイントがありそうだ。隠れろ。気をそらしておいてくれ。よし、進め。見つかっちまう。どうすればいい？待て、気をつけろ。誰かいる。フィクサーが移動してる。気をつけろ。全員片付けたな。生きてるか、フルア。奇跡的にな。次はお前の腕前を見せてもらう。俺が乗れるようにクレーンを下げろ。それとフルア、ゆっくりな。あれに乗って渡るつもりか？ゆっくりと頼む。それと解除ボタンは押すな。解除ボタンがどんなのかすら知らない。不安にさせるなよ。俺が乗ってる時はちゃんとやれよ。心配するな。原因は多分分かってる。そのままだ。乗り込むぞ。よし、いいぞ。忘れるな。ゆっくりとやれ。よし、それでいい。止めろ、フルーア。様子を見てくるからそこで待ってろ。Nearby.
犯人かフィクサが出ていくぞ。誰かを引きずってる。奴らを追え。追えってどうやって。何か手を考えろ。気をつけろ。用が済んだらすぐに追いかける。フルーア、いいものがある。聞いてみろ。座れるか。クソ、支えてろ。アレックス・ジャオースキーとの第三セッションを始める。本名じゃない。こいつは覆面警官だ。警官じゃない。俺はただの情報提供者だ。言っておくが、金すらもらってない。なあ頼む。解放してくれれば国を出ていく。約束する。撮影、送信、保存、連絡先全てを出せ。さもないとこいつが刺すぞ。ダメだ、できない。渡したら殺す気だろう。おい、やめろ。なんだ、刺せと言っただろう。クソ、もう喋れないだろうが。脅しのつもりだったんだ。まったく。とにかく止血だ。修理工場で応急処置をしとけ。今度からは素直に話すだろう。連れて行かれた男がスパイだろう。まだ追っているが、仕事の手間が省ける。いろんな名前を知ってるはずだ。止まったら教えろ。